before the sun appears, before the world has even stirred. Let's get out of here. We don't need to hurry, the road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes, or until we disappear. That gives me an idea. Let's get lost together. これ行くの？これらしい。国道だぞ。こういう道だ、ずっと、ね、あと46キロで右。やばいね。1時間じゃつかないの、これ50分ってなってない？1時間8分ってなってない。何これ、雨降ってないのにびしょびしょじゃん。ねえ、どういうことだろう。横が湖だね、奥只見湖だね。うん、船がこっちまで来てたもんね。そうだ、そうだね。お池だか三池だかさ、うん、の駐車場からが尾瀬には一番、尾瀬沼か、うん、尾瀬沼へのアクセスは一番いいですっていうのを聞いたんだけど、うん、このそこまでの駐車場までのアクセスが結構だね。そうだね、ハードだね、うん、結構細い1車線 1.5 車線ぐらい、ね、うん、しかないから。そうだな。だからこれが長野みたいなさ、うん、田舎でほとんど車が来ないとこならいいけど、うん、この観光地が奥にあるんだったらバンバン来てたら結構大変だよね。まず44キロで出てた今。うわ、すごいよ、なんか渓谷で、すごいぞ。すごい道なんだけど、ずっとアップダウンもすごいし、ぐにゃぐにゃだし、うん、でも横ずっと谷でさ、うん、そこがずっと奥只見湖のさ湖が入り組んでて、そうそう、すごい綺麗、すごいとこだな。すごいとこだね、本当に。どこに行っちゃうんだろう。これが国道だからね、すごいよ。県境、県境、福島県になるのかな。この下は湖だね。わあ、すごい。どこまで行っても湖がなんかリアス式海岸みたいになってね。え、すごいね。うん、奥地って感じ。すごい奥地。わ、あったあった、川。すげえな、よく落ちてるじゃん。ねえ、怖え。すごいな、ほんと。すごいとこ行くね。なあ、初めてだね、あんな、ね、何本もあるじゃん。冠水注意ってさ、あ、出てた。看板がね、そんな深いとこがあるってこと。だから水が、川の水が多くなるとこう横からこうどんどん流れてきて、あの場所によって溜まるのか、このダムに流れてくるから、どんどん川がさ、水量が多くなってくるってことでしょ。すごいじゃん。川下なんていうの、道路の端っこ反対側はさ、うん、柵がないから下に落ちちゃうじゃん、うん、そうだね、多分木とかがね道路にたまらないようにだと思うんだけど、うん、ちょっと怖いよ ね、 ね、うん、ここもそうでしょ。ここ怖いよな。怖いね、あれが横どうなってるかわかんないから、うん、ここもそうだ。午前まで30キロ、まだまだ遠いです。遠いね、凄まじいね、道が凄まじい。そうないぞ、これは何キロ凄まじいのっていう感じだから、最初のさ魚沼から最初の20キロトンネルで凄まじかったじゃん。凄まじかったでしょ、うん、あれは。でそっからあと40キロこの 1.5 車線の山道、なんか沢越えがいっぱいあるような道をずっと行って、うん、ようやく尾瀬の入り口のバス停に着くっていうね。すごいぞ、これ。尾瀬ってすごいところだ、本当に。まあ、だから他のさ、なんだっけ、あっちの、鳩町峠だっけ、反対側ね、うん、あそこら辺からだったら、尾瀬ヶ原行くならあっちの方からの方がいいのかもね。うん、駐車場も大きいし、うん、まあ、バスちょっと長く乗るのと、うん、降りてからもちょっと歩くけど、うん、でもこっちも降りてから1時間でやっと尾瀬の入り口だもんね。すごいんだね、尾瀬って。へー。
オゼにさ、うん、ドラゴンドラ2を本当だよ、ね、繋げましょう本当に。あ、だから無敵だよねそれ。こっち側のさ福島側からさ、うん、オゼを通って、うん、新潟側に出るとかさ、うん、最高じゃんね。なかなかすごいバッシングだろうなそういうのはなやってってほしいけどな。誰でも気軽に来れるっていうのいいよね。そうだね、これはさすがにちょっとねすごい道だもん、うん、でもまだこの自家用車でこの近くまでまだ入れるっていうのは、うん、まあそうだけど、もう運転に自信がなかったりさ、ちょっともうちょっとさ、うん、運転そんな長いの疲れちゃうって なってくるとさ、やっぱりなかなかね、うん、難しいところだし、普通の30キロと違うもん全然、うん、うわ、これがここまで水来るんだ、すごいね。冠水注意ってそういうことか。すごいじゃん。結構深かったね。深かったよ、うん、ドスンってなったもんな。うわ、あれうちのキャンピングカーだと後ろぶつかるかもな。そうだね、なあ、お尻つっちゃうね。おお、危ないね。あ、あ、福島県になった。ここから、うわ、日の江また島村、日の江また島、日の江また村、うん、島じゃないよ福島県まで来ちゃったの。福島県まで来ちゃったらしい。日の江また村、ちょっとそこまで行くと思って来たのに。なあ、やばいじゃんこれ、両方溝じゃん。ねえ両脇溝だよ。しかもちょっと落ち葉でこうカモフラージュされてさ、うん、ね、広いけど対向車で避けるときに落ちちゃったらね。ね、すごいね、まだまだ登るんだな。ね、ずっと登ってるぞ。なんか出てきたぞ。あ、もう、もう着くんじゃない？大勢右。南会津。右だ、右。右？うん。着いたか。着いたんじゃない？よっしゃ。ようやく。すごいぞ、なんかもう黄色黄色してる。うん。冬の感じ。お、あ、危ない。すごいぞ。あ、なんか山荘みたいなのがあるのか。いっぱいあるね。ねえ、おほほほ、文明を感じます。あー、電波ある。県外だったもんね、途中、うん、ほぼ県外だった。あ、そう、うん、へー、すごい。あ、結構開けてるね。わ、大きな、なんか何太鼓か、山荘、山荘かな、はい、あるね。お風呂もあるのかな。だね、やっぱりここが右、ここを右、うん、道の駅があるんだよ、向こうに。え、今、大勢何とかって、あっちってなってた。本当、あっちに抜けた方が楽かもね、帰り。ねえすごかったもんな。ニーケロッジっていうのかな。へえ、温泉はなしか。有料駐車場、これだよね。そうだね、1000円、1000円、1回入庫1000円、いいね、うん、そう。これキャンピングカーは2000円になるっぽいな。あ、そうなんだ、うん、帰りでしょ。帰りか、うん、空いてる。あ、ほんとだ、うん、なんかさ、うん、高さが 2.5 か 2.6 超えたら、うん、2000円、あの2000円になるみたいな、うん、時々あるじゃん、戸隠とか、うんうん、それと一緒だと。おはようございます。おはようございます。さあ行こうか。今は6時55分です、うん、三池の駐車場、三池の駐車場こんな感じ。往復買いました。往復で2400円、2人で、片道1人600円で、そっから乗れるみたい。バスは空いてるね。空いてる。なんでだろう。綺麗だね朝。ねえ綺麗だね。ここ入ってくのかな。あ、そうそうそう、これ行くんでしょう。そういうこと、うん、自転車もダメみたいだね、うん、こんな感じだね。すごい紅葉だね、よく見た。すごいよ。出発です。この中に入ってくるんだ。そうそう、
ブナの原生林だって。すごいね。ありがとうございました。どうも。はい、どうも。沼山峠に到着です。こっからだね。バスの時間だけ一応見とこうか。17時最後が、それは会津バスでしょ。休憩所、今がここで、今日はここをずっと歩いて、この尾瀬沼のあたり、こう行ったりこう行ったり、ちょっと一周すると6時間弱ぐらいかかって、往復が結構遠いんで、今日はここに行って、こうちょっと様子を見ながら歩いてみたいと思います。ここまで行くと尾瀬沼ビジターセンターとか、このヒュッテがヒュッテキャンプ場とかがあって、なんか次のトイレ休憩があるみたいです。行ってみる？よし、行ってみよう。はい。尾瀬沼まで 3.3 キロ、意外とあるね。ねえ、上オオシラビソだって。あの紫の松ぼっくりできるやつ。ああ、これか。うん、よいしょ。できてる？ん？できてる？上だから見えないね。朝は気持ちいいね。気持ちいいね。キリッと冷たくて、うん、ああ、もうちょっとでね、うん、頂上と思うよ。峠か、うん、近いともう 100m ぐらい。これ下ったら尾瀬沼かな。尾瀬沼の前に何か湿原があったか。そういう、なんとか湿原が。で、尾瀬沼か。綺麗だな。おお、見えてきた。綺麗だな。お、なんだよ、気をつけて。はい。
すげえな、綺麗だな。お膳も見えてきたじゃん。すごい。わあ。富士サバタシラ、オルフゼルマビジターセンター。もう 2.3 キロ。もう2キロ以上歩いたんだ。ビジターセンターのおすすめスポット。綺麗だね。大勢の目標65キロだって。すごいね。すごい。
いとこできたよ。おお、いいね。うわあ、すごい。いいね。うん。ああ、すごいね、ここ。こっちからも。ね。こうあってさ。こっちもこう。深いね。深いね。結構下まである。深いじゃん。ねえ。落ちたら大変だね。ねえ。すごい。ずーっと沼だ。もうすごいね。さあ休憩です。え、すごい、これ5個入ってんだ。なんでだ、4個じゃないんだね。あとはデザートはこれ、乾燥オレンジ、ドライフルーツ。美味しいよね。美味しい。これうまいなあ、これ。あ、そこにも建物あるね。あれは何だ、なあ、あれはあれだろう。違うか。違うよね。ビジターセンターの人もそうだ。
じゃあ戻っていこうか。うん、今11時。予定通り。ね。2時前に戻れるんじゃない？ね、バス停まで。うん。オッケです。よかったね。よかったね。すごい綺麗だった。うん、ああよかった。下り、うん。意外と余裕だったね、上り。余裕だったね。ゆっくりダラダラ登ってたからさ。うん、全然大変じゃなかった。大丈夫だったね。ね。あと下ったらゴールです。近いな、下りは。あっという間。イエーイ。7時に乗って、7時半から行ったから、5時間半か。まあまあいい感じでした。帰りはね、えらい目見たじゃん、あっちの道、うん、だからあっちやめて、うん、日の江又村の方に行って、うん、そっちから日光の方に降りれる道があるから、お、うん、じゃあこれを右にね。そうそうそう、帰りは群馬の方から帰る感じだな。多分こっちの方が道がいいと思うんだよね。道の駅もあるし。そうだよね、うん、お、すげえな。すごい紅葉だね、ここすごいな、下はすごいな。何ここ、すごいね。こんなパスケ見たことないくらいの、すごいよこの色。でもすごいね、こんなになる。こんな綺麗なんだね。ねえ、紅葉ピークも、ピートピークだね。ピークだよ、うん、すごいね。オレンジが濃いもんな。今からはね、日の江又村からちょっと降りてって、うん、金丸食堂っていうのがあって、うん、人気っぽいんだ、そこが。そ
こはもう会津町になる、南会津町になるんだけど、うんうん、そこにちょっと行ってみようかな、はい、もう会津だって。道はどうだろうね、どっちもどっちかな、ここは。どうだろうなあ、うん、ここは結構激しいね、うん、どっちも。展望台入り口だって、なんか展望台があるんだ、滝があるんだ、あ、ここも川越だね、沢越っていうか、うん、べ、やばくない？トラック、川の中走れる、あんなんできるんだ。村の集落に入ってきた。すごいとこだよね、この村、うん、結構で、まあ向こう魚沼から来たらえらい大変だったけど、うん、こっち側の南会津の方から入ったらそんな大変じゃないっぽいね。そうだね、うん、いいとこだな、うん、ちょっぱい屋さんがあるじゃん。なあ、今日は南会津のそこのさ、今から行くところは、うん、いろんな定食もあるんだけど、うん、あの会津のラーメンもあるよ。おー、北方になるのかな、ちょっとわかんないけど、うん、それもちょっといいなと思って。いい、うん、おお、ここか、道の駅。これ結構大きくない？温泉も隣にあるんだ。そうだね、道の駅はこっちか。左は何だろう？尾瀬の里。まあ尾瀬の入り口だもんね。うん、南会津の町？違うか、また。まだかな。まだだね。うん、多分町っていうぐらいだから大きな町が下の方にあるんだろうな。うん、結構でもこれ横流れてる川とかがさ、うん、めちゃくちゃ綺麗、いいとこだね。多分釣りとかにいいんだろうね。よく聞くもんね、なんか伊豆の方の釣りって、うん、すごい。右行ったら宇都宮だって。あ、そういう位置か。餃子食べてけんな、うん、なあ、まだ125キロあったわ、宇都宮まで。お、遠いね。お、遠い遠い。やっぱすごい山なんだね、うん。なんかこれちょっと行ったところにさ、なんとか集落っていう、あの大内宿とかみたいな感じのかやぶきの集落があるからね。あ、そうなんだ、うん、ちょっとご飯食べたと行ってみよう。いいね、行ってみたいね、うん、でそこはちょっと大内宿みたいな感じじゃなくて、もっと本当に人が生活してるところだから、 そうなんだ。あんまりそんな騒いじゃダメだし、で入るのに300円かかるんだって。うん、300円払って中に入れてもらうような感じで、いや実際に生活してるようなところらしいから、うん、その観光地化されてないから、うんうん、そういうところがあるらしいんだ。前沢なんて読むんだろう、これちょっとわかんない。前沢なんとか集落って言って、うん、深山みたいな感じだね、雰囲気は、うん、京都の、すぐそこみたいなんだけど、こんなところにご飯屋さんあんのかな、ね、なあ。今んとこお蕎麦屋さんが1軒あっただけだ。あと道の駅か。うん、そうだね。どこだ？これか。ラーメン。あったあったあった。やってるね。わあ、すごい。へえ。あ、やってる。へえ。行ってみましょう。さあ、今日は？今日は金丸定食の1100円、スタミナ定食1100円、ラーメン。お腹減ったからラーメンも。うん。半々しよう、ラーメン。うん、はい。すごいね、ホルモンいっぱいだね。いっぱい入ってるね。ああ、うん、やばい。これとスタミナ。ああ、そう。ちょっとデーター。ああ、いいね。ニンニクの匂いもすごい、ね。シャキシャキ、すごい。いいね。うん、いい、最高だね。やっぱ歩いた後は定食屋さんよね。うん、本当に。
味しかった。美味しかったね。夢のように美味しかったね。ああ、いいね。ちょっとピリ辛なスタミナ定食。あのホルモンなんかすごかったね、うん、この噛み応えっていうの、プチプチして美味しかった。うん、あんまりホルモン好きじゃないけど、ここのすごい美味しかった、うん、美味しかったね。だし、いいな、ここ降りてきてさ、ねえ、すぐではないけど45分ぐらい、そうそう、もう絶対来た方がいいよね、この尾瀬の歩いて疲れた後のもうセット。そうそう、ね、セットだね、うん、ここだっけ。よし、なんだっけ次は、あれか、集落を見に行く、うん、はい、前沢かな、前沢だね。この下なんていうもんな、曲がり屋集落っていうのかな、前沢。超綺麗。この曲がり屋ってさ、家がこう曲がってるんだって。ここ曲がってる、うん、こう左下にあるじゃん、間取りが、うん、カクンってなってるじゃん、うん、これを曲がり屋っていうらしい。前座っていう集落でこういう曲がり屋が全部あるんだって。へ、確かにこれ見て、全部 L 字じゃん。確かにらしいよ。でこのね、曲がり屋資料館13番には入れるらしいんだ。うん、行ってみよう、うん。静かでいいね。では行きます。はい、面白かったね。面白かったね。では温泉に行こう。はい、ここからね、 5キロぐらい、さっきの食堂の近くを曲がって、うん、湯の花温泉っていうのがあって、うん、野沢とか湯田中みたいな感じで外湯が何個かあって、共同浴場が、おで300円で券を買えば1日自由に入れるんだって。でその券を持ってないで勝手に入ってたら1000円払わないとダメらしくて、でその300円の券が民家とか、うん、旅館とかで売ってるらしいんだけど、民家だ、それをまず売ってるところを見つけないとダメだ。なるほど、うん、そろそろ湯の花温泉に入ったかな。ここじゃない、あ、湯の花温泉、へえ。そう、オス？メスかな。ああ、本当だ。え？あれはカラスだよ。スじゃん。ああ、別、本当、別のが。うん。ああ、もっと、ここっていくもんね。これは？いや、違う違う。どこだ？まだまだ、あと 700m で左。どれだろうね。ここら辺かな。これか？これじゃない？これだ、これ。あ、うん、なるほど。入浴券はここで買いなさいって、うん、三楽さんっていう、ここで三楽、ここで買えるって民宿で、うん、よかったね。よかった。
難しい。あ、あったあった、入浴券4カ所入れるって今日やったね、すごいよね、うん、いいじゃん、行こう、イエーイ、湯葉田の湯行ってみよう。気持ちよかったね、気持ちよかったね、最高でした、貸し切りだったね、たまたまね、うん、ここいいね、この300円で券買ったら、うん、4カ所1日入り放題でしょ、そうそうそう、いいよね、いいね、あとちょっと行ったところにあと3カ所あるけど、では南会津を後にしましょう、はーい、どこだろう、あと2つ、これか1個は、あ、これも温泉だだよね、うん、あともう1個はここら辺にもあったよね、うん、結構みんな地元の人が来るね、来るね、ね、いいよね、これもそうか、いいこれもそうな、そうだよね、じゃない、ね、そうそう、 My soul sweet, I need it from you.